はいみなさん、こんにちは。アジアで生き抜いてます。ケイちゃんです。えー、今日はですね、ちょっとね、久々の、えー、本業から帰ってきてのですね、ちょっとこの動画はですね、今現在月曜日の夜にちょっとね、撮ってるんですけども、久々のワイシャツケイちゃんで <laughs>、この動画を撮っていきたいなと思います。えー、でですね、今回の、えー、この話題なんですが、いやー、皆さんどうですかあのー、本当にね、 情けないね。日本のマスコミというか日本のメディアね。本当情けないですね。特にこのね、2、3日ぐらい、えー、KKF さに、不に関するですね、ニューヨークの話題がピターッとですね、止まりましたね。全く出てこなくなりましたね。まさしくですね、えー、日本の、まあ、えー、外務省、もしくはですね、日本の経営庁長、そこら辺に完全に手玉に取られてですね、 全全くくくねねね、えー、出ててこなななりました、ね、全く情けないっていう話です、ね、もうあのー、おそらくですねこのままいくと当分というかですね、えー、まず、えー、それこそですね、えーまあ、来年になって k k 夫妻がね帰国するとかそういったようなことになれば今のところねあの秘密裏にねなんかねそんな形に経、ね、典になってると言いますけどそういう時になったらもしかしたら取ってもいいよとかねそんなような話になってますよね。 本当ね、それ以外は、おそらく日本のですね、えー、ズタボロメディアはですね、手も足も出ないというような状況になってますね。本当情けないという感じですね。 もう、えー、それこそですねまさしくですねどこぞの宮家もしくは日本の外務省とかです経営の長の思うつぼで,ですねもう思うつぼイコールです、ね、もうあえて私、今回言っちゃいますけどもニューヨークにいるですね KK 夫妻の思うつぼですよね、このままなんとなくですね話がなくなっていってですね風化していくというようなことに、えー、まさしくなりそうな感じですね。 で、えー、そういうようなことをですね、私はもうここ、特に2、3日前ね、全く出てこなくなりましたので、えー、そういうような感じを受け取ります。で、えー、私はもう前から言わさせていただく通り、この話ね、これだけですね、えー、日本の血税を使いまくっているようなことがね、見えているような問題に関しても理不尽を感じて仕,仕方ありませんので、えー、特に、まあ、私のこの動画もですね、えー、チャンネルもご覧になって、 くださっている皆さんも同じお気持ちの方が相当数いらっしゃるんじゃないかなと思います。絶対この問題はですねこのまま自然になくなるということは私自身も納得できませんし皆さんも納得できない方が大変多くの方がいらっしゃると思ってます。で私がですね特にこの全くね報道がピタッとですね、えー、止まっている中でちょっとねやっぱりねこのとにかく1日2日3日ぐらいですねちょっと考えしたのは やっぱりあれだけですね、えー、9月27日に KK 息子が一時刻して、10月26日に入籍して結婚会見して、11月14日に2人して渡米しましたよね。この1ヶ月半ぐらいの間、ブワーッとです、ね、ものすごい、ね、報道量だったんですよね。1日にそれこそね、何十ものですね報道がブワーッと一遍に出てきて、おそらくあの時はですね皆さんも全部絶対見れなかったですね。私も全部見れなかったです。で えー、特にですね、あのー、やっぱりそ,れそこら辺のですね、見れなかった記事というか、特にね、私はその海外メディアがこんなこと言ってたなーっていうのをちょっと思い出しながらですね、いや、意外にですね、えー、あの時に、特に10月ぐらいに見逃してたような記事がね、結構いっぱいあるんですね。その中で今日ね、一つ、えー、やっぱりね、あやっぱりね、海外のメディアもね、これやっぱりね、疑惑に思ってるやっていうのがね、そういうのがね、はっきりしました。で、それをちょっとね、 えー、今日はねご紹介したいいなと思いますやっぱりね、日本だけじゃなくて海外のメディアもね、海外の人でもやっぱりこういうような疑念を持っている人がやっぱりいるんだなと、やっぱりそういった中でね、これをね、このまま放置させたらやっぱり日本の恥だというふうに思いました。これですね。えー、これで、実はですね、これね、ロイター、あのロ,イターロイター通信がですね、えー、それこそですね、11月の まだね、第1週か第2週に出してたような記事なんです。なので、えー、記事の内容としてはもうすでに1ヶ月ぐらい前なんですけどもね、例の KK 息子のです、ね、ニューヨークの試験に落ちましたよっていうようなことを受けてですね、えー、ロ,イターがロイターの通信がです、ね、出していたような記事なんですね。でちょっとね、これね、えー、詳しく今回ね、解説していきたいなと思います。というのもですね、これも出てきたのが今申し上げましたように、11月の、ね、第1週ぐらいに出てきたような記事なので、この頃って、ね、まだね、ものすごい量だったんですよね。でそれこそですね、例の10月26日の え結婚会見が終わってその3日後2日後3日後に例の KK 息子落ちましたよっていうのでもうブワーッとねものすごい記事が出てたので当然ねこういうね海外のメディアの1つや2つっていうのはもうおそらくね素通りされてるんですよねでもやっぱりこういうのをね今洗っていくとですね結構こういうの出てくるんですねで今回ねこの23日の間に実はこれ見つけたのは例のですねあの KK 息子の フォーダムの LLM と JD の話ですね。これが意外にやっぱり海外のメディアもね、やっぱりおかしいんじゃないのって気づいてますよ。間違いなく。この文章を見るとね、私もそれ確信しました。間違いなく気づいてます。で、なおかつ気づいてて、その俗に言われるですね、プロフェッショナルの人にね、外国人の、日本人じゃなくて外国人のプロフェッショナルの人に聞いてるんですよね。で、意見を求めて、その意見をもとに記事に仕立てる、仕立ててるんですね。で、その分ちょっとね、 えーまあ、今ね、ご覧になっていただいているやつなんですけど、ちょっとね、一つずつ説明していきます。で、一番上のですね、表題の部分、ニューヨーク・バイ・エグザム・ビザ・ロイヤル・ペイン・フォアジャーバニーズ・プリンセス・ニュー・グルーム。まあ、これ何か、まあ、これはちょっとね、表題の部分なんで、日本の、えーまあ、元プリンセスのね、えーまあ、旦那ですね、旦那にとっては、この実際のニューヨーク司法試験に落ちたということに関しては、ロイヤル・ペイン、ロイヤル級の痛さだと。<laughs> まあ、これ、こういう表題になってますけども、まあ、本人はね、まあ、どういうふうに考えたかね、わかりませんけどね。だから、本当に受けてるかどうかもわかんないんだから <laughs>、って話ですね。で、えっ、ー、とですね、一段落目、えー、もうちょっとね、英文全部読んでてもしょう仕方ないので、まあ、ちょっと私が予約していきますけども、えー、一段落目にはですね、この、えー、日本の報道機関、まあ、この頃はね、これ、1ヶ月ぐらい前の話なので、この頃は日本の報道機関もいっぱい追っかけてましたよね。という中で、 日本の報道機関は2017年に、えー、婚約内定会見があってからですね、この KK、えー、息子の実際のその方角方角に関するですね、えー、駆け出し、け出しのキャリア、駆け出しのキャリアに関してずっと日本の報道機関を追っかけてました。まあ確かにこの頃まで追っかけてたんですね。今のズタボロ、ズタボロメディアに比較してですね。<laughs> で、えー、そういうようなことが書いてあって、 でですね、二段落目に関してはですね、えー、ここはね、ちょっとね、えー、結構ちゃんと調べてますね、このロイター通信もね、えー。要はですね、ニューヨーク州も含めてアメリカにおいてはね、実際ね、5、5、5つの州でですね、えー、実際に1年間の、えー、LLM の勉強で、えー、その実際の外国人にとってもですね、もともとその自国で、えー その方角の勉強をですね、実際単位を取って、1000、えー、人でですね、勉強して,し,していた人、もしくは日本だったら日本ですでに弁護資格を持っている人が1年間、えー、LLM のですね、勉強をして単位を取ることによって、ニューヨークも含めた5つの州ですね、5つの州ではあの実際に試験を受けることが認められているようです。えー、で、実際のですね、えー、ニューヨークの前回の試験の えー、ノンネイティブ、すなわちですね、英語は母国語ではない人の合格率は31%でした。ここら辺はね、私もちょっと、ね、昨日、一昨日ぐらいの動画でもね、新しい情報ということで上げておきました。ぜひまた、かそこら辺の動画を見てくださいっていう話ですね。えー、で、それで、えー、問題はですね、今日ちょっとね、一番ちょっとね、ご紹介したかったところのメインは三段落目です。えー、具体的には、ゾウ・コムロとからから始まる文面なんですけどね。 で、ここにですね、例の LLM とか JD のことが書いてあります。で、これはロイター通信はこの人に聞いたことによって書いてるっていう話なんですけども、 一番ね、3段落目の4行目の下に書いてある、このカプランテストプリパレーション、まあ、プリパっていう、なんかこれね、なんかね、その教育機関なのか予備校なのか分かりませんけども、そこのですね、エグゼクティブディレクター、いわう代表者ですね、代表者で、なんかに、ね、リサ・ヤングさんっていう人がいるらしいんですけども、えーまあ、そのリサ・ヤングさんという、 まあまあそういったようなプロの人ですねその人にこのロイター通信が聞いてたらしいんですねでそのリサ・ヤングさんというこのプロフェッショナルな人が言われてるには、えー、どういう話かというと KK 息子は2018年にフォーダムの LLM のプログラムで実際に邦楽、えー、の勉強を始めたんだけれどもっていう表現でそういったことを確かに始めたんだけども 実際に KK 息子はですね、えー、海外で、例えば日本だったら日本の、えー、例えば弁護士の資格を持ってるとか、法学の、えー、実践のですね、単位を持ってるというような、えー、風には、えー、考えられていないと、考えられていないというようなことで書いたんですね。なぜならばという表現で、なぜならば、えー、彼は、えー、そのフォーダムの方で、その JD の、えー 資格を取るために進んだからだっていうことを言ってるわけですね。要はこれだけ見ると、やっぱりこのロイター通信もね、このなんだっけ、リサイアングさんっていう人もおかしいなと思ってるわけですよ。 普通、その、えー、アメリカではね、別にニューヨークに限らず、この LLM から JD にうつね、進むっていうようなことはないじゃないですか。でも、これフォーダムが認めちゃってるわけですよね。LLM で1年間、えー、とりあえずね、勉強して、そこから JD にね、進むというようなことを、なんとなく認めちゃってるわけですよね。だから、ただし、これはおかしいわけです。この、おかしいっていうようなことを、まあ、おかしいって表現はしてないけども、 この、えー、リサ・ヤングさんっていう人にですね、実際にこのプロの人に聞いてですね、えー、実際に、えー、2018年の1年間 LL、LLM で勉強をし始めた、えー、けれども、実際に彼は、KK 息子は、 えー、その外国人として、ですね外国でそういったようなですね弁護士の資格を取ってるわけじゃないし、法、え、学、ー、の専門の勉強をして,しているとは思われていない、なぜならば、えー、その後に JD の、ね、コースを、えー、取るために進んだからだということを言ってるわけですよね、要はおかしいだろっと言ってるわけです、案 <laughs> におかしいだろっということを言ってるんです、そういったようなことおかしいだろっていうと思ってるから、このリサ・ヤングさんという専門の人に聞いたって話なんですよね。 そういうことが、あの、1ヶ月ぐらい前の記事に出てたんですよね。ただ、あの頃も、ものすごい日本では報道だったから、こういったのが結構ね、えー、日本の週刊誌報道にも挙げられずにですね、素通りして報道されていたよって話なんですね。結構これ、重要な報道だと思いますよね。この、ロイター通信に関してはね。で、えー、続いて、まあ、4行目からはですね、実際にその、英語が母国語でない、 人にとっては、実際にさっき、ね、31%の合格率なんていのも言いましたけども、実際にこのねヤングさんも非常にね大変に難しいチャレンジだよっていうようなことを言っていると。で、実際のですね5段落目、最後の段落に関しては、ですね実際ロイタ、ロイター通信も、KK、えー、息子に直接、もしくはですね今現在、彼ら就職していると言われている、していると言われているですね、ローウェンステイン・サンドラーにも実際に取材をかけたようです。 ただし、ローウェンステイン、えー・サンダラのこのスポークスマンの話だと、えー、実際にこの KK 息子に対するコメントを、えー、発するというようなことはしませんでしたと。要は断られたって話ですね。一切ローウェンステイン・サンダラのスポークスマンは話をしてません。なというような、えー、ことと、あとはですね、ただし、えー、ここからはね、えー、このロイターの記事の内容ですけれども、ただしそういうようなことで断られたけれども、通常は、 通常、ある程度の大きな、えー、実際のですね、そういったような弁護士事務所とかですね、えー、法律事務所であれば、えー、一般的には、ね、典型的にはですね、えー、そういうような人に対しては、2回、2回チャンスを与えますよと、2回試験を受けるチャンスを与えますよ。逆に言えばですね、2回押したらお前首よというようなことが通常ですよ。 で、最終的には、フェ b ラリーウィルビーコムローズネクストオポジ e ュ t ティ要は次の2月の試験が KK 息子にとっての次の機会になります。というようなことで締めくくってるんですね、えー。というようなことを、このロイターの、えー、もう本当にね、1ヶ月ぐらい前のね、記事です。あの、またね、この記事の内容に関しては概要欄貼っときます。URL をですね。 えー、今回ちょっとご説明したのは凝縮してご説明してありますけども、えー、具体的にこう、まあ、細かいところも含めてねそのロイターの記事に書いてありますので、えー、ぜひですね皆さんご興味のある方は後で読んでもらえればなと思いますいずれにしても今回ちょっとね私はこの動画を上げたのも皆さんにお伝えしたかったのも やっぱりこの1ヶ月ぐらいの間、まあ、10月その26日の結婚会見の前後ぐらいなおかつ11月14日にですね、渡米をしたそのぐらいの間ものすごい報道の数が日本のメディアも海外のメディアもものすごい数が入ってましたけれども、それを今、ですね、こうやって私は特にやっぱりね、海外メディアのところをずっと見ていくとですね、こういうよういよな意外にあこういうのもあったんだなというようなね、目につくところがあったんですね。 これだけを見ると、えー、さっきちょっと申し上げましたように、この、えー、さっきお見せした3段落目のですね、特にこの1年目,、ね、1年目にフォーダムの LLM で2018年に勉強を始めたんだけれども、実際に彼は、えー、海外でそういったようなね、弁護士の資格も持ってないし、法学の専門の勉強もしてないという、しているというようには見られていないと、ね、そういったような考慮がされていない。なぜなぜらば彼は えー、そのフォーダムでですね、JD のコースに移ったからだということを言ってるわけですよね。案におかしいだろうって話を言ってるわけです。えー、というようなことで、えー、意外にね、えー、こういうように、ね、また掘っていくとですね、えー、海外のメディアもやっぱりおかしいなというふうに思ってるわけですよね。ただおかしいな、おかしいなと、これはね、日本の皆さんもそうだと思いますけれども、絶対これおかしい、おかしいと思ってて、なおかつこのフォーダムロースクールというのが、そのおかしいようなことをやっちゃってるわけですよね。 で、それは一体何なんですかっていうことを考えると、やっぱりそれはどう考えたってロイヤル忖度なんじゃないのっていうふうに行き着いちゃうわけですよね。ここね、私の妄想ですよ。あ、これね、私のかなり妄想も含まれてますけども、でもそういうふうに思う,思うのが普通なんじゃないかなっていう気がしましたので、今回ね、また、あえてちょっとね、過去の記事を引っ張り出してきてですね、いや、実は海外のメディアも気づ,い気づいてるんだよっていうことをね、お話しさせていただきました。皆さんぜひ、 あのどのように思われるか、またいっぱいね、コメントいただければ嬉しいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それでは、バイバイ。